皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大盛りチャリソーデラックスで遊んでいきます。さあタイムライダー行きましょう。とうとうステージ6まで来ましたね。さあ今回は海賊時代ですね。ワンピースですね。さあ行きましょう。ステージ6の1、実はめちゃくちゃ美しい顔らしいフック船長ストリートと、いやワンピースさんも面白いですよね。海賊をモチーフにされたアニメですよね。漫画ですか。あれだけの夢をですね。さあ、よく歌ってましたね。おメダルが1個。いやー、こんな感じなんですかね。海賊って。なんか、ものすごくお強いんでしょ。お強いっていうか、バイキングとも言うんでしたっけ。さあ、落ちて、上がってと。で、これ、あれですか、大砲ですか。なんか戦い見てみたいですね。パイレーツ・オブ・カリビアさんぐらいですかね。私映画で見たことあるの。おお、すごい。ジャンプ。あ、これはドラゴンちゃん。すごい。ピヨピヨ。あれですかね。ひよこちゃんじゃないけど。鳥ちゃんを撃ち落としてますけど、炎で。おお、ガールと、宝ゲッツーと。さあ、ステージ。6-2、財宝ゲット。でも、捕まる。パイレッツ警察署通りと。おお、パイレッツって、先ほどのあれですか？パイレッツオブカリビアンサンド。パイレッツってどういう意味ですかね？ちょっと日本語、そういう海賊チックな感じなんですかね？意味合い。ああ、あんなところに。ちょっと取りたい。取りたい。戻りたい。さあ、この砲台はドーンと、どこでしたっけ、どこか忘れて、あ、ちょっと待って、もうあの向こう側のあれですか、噴水みたいなところですか、確かあそこからジャンプして2段ジャンプするんですかね。取り方わかんないですけど、ここ、おお、よし、お、すごい、4段ジャンプできましたよ。未だにこの4段ジャンプとか3段ジャンプの仕組みが理解できてないですけど。お、よし、ゲットですね。青何でしたっけ。あ、スピードアップ、ちょっと難しくなる。うわ、怖い怖い怖い。さあ、あと1個メダル、どこどこ。あ、あー、最後の最後で取れなかった。下に落ちてからジャンプすればよかっただけなのに。いや、残念。さあ、ゴールド。次はステージ6-3。黒ひげは有名と、チーチ海賊研究所前と。これワンピースさんのお話ですか？チーチさん出てこられますけど。あ、なんか昔の有名な海賊さんから名前を取られてるんですかね、ワンピースさんが。ルフィさんとかは作られたってことですかね。まあ、その辺ちょっとワンピースさん事情にお詳しくないから、どなたか教えてくださいませ。あ、でもなんか、海賊さんのお名前で取られてるのは、なんか私もちょっと調べたことありますから、確かそう書いてましたね。お、これは？あ、ここで。赤いところに乗っちゃうとあれですよね。落ちちゃうから、切れて。さあ、これジャンプと、ふうと。これは、あ、押しっぱなしで、あれですね。飛ぶんですね、これ。よーし。あれ？あ、落ちちゃった。当たっちゃった。2個目のメダルを、見落としてる。どこでしょうね。なんか今、先に炎にぶつかった気がしますけど。まあ多分あれでしょうね。これで、風を起こしてたから、炎に当たらなかったんですかね。きっとそうでしょう。さあ、ゴール。次は、ステージ6-4。怒りを持ち上げ叫びと、両方ストリートと。あ、船を、あれですか、固定するのに、動かないようにするのに怒りを下ろすんでしたっけ。すごい、砲台が多いですね。今回のステージ。さあ、こちらジャンプ。あ、私、このアイテムが一番苦手かもしれないですね、ジュエルで。なかなか
うまく飛べないんですよね。さあ、ジャンプ。海賊さんの戦う時の武器はあのサーベルですか。ハットかっこいいですよね、帽子。よし、よし、やっと3つ取れましたね。お、面白そう。上に乗るんですね。ジャンプ、お願い。よし、さあ噴水パレード。そう、私一回動画、噴水動画をお出ししたことあるんですけど、なんか噴水の時の音楽ですかが著作権にですね、ちょっとゴニョゴニョしてしまいまして、確か消してしまったんですよね。いやー、もう一度お出ししたい。おー、これはなんかあれみたい、何だっけ、マスコっていうんですかね、子ですか、海賊船の。あ、今ちょうど背景後ろに映ってますよ。落ちたで、あれでしょ、あの一番上とかにドクロのマークの旗が置いて掲げてあるんでしょ確か。あ、かっこいいですよね、海賊によって。なんか、あった、ちょっとなんかドクロのマーク違いますよね、海賊船によって。まあ実際どうなんでしょうね。え、あれ どうやって飛んの。おお、3個、3回ジャンプできましたね。多分1試合に何回か3回ジャンプできるんですかね、きっと。よく分かってませんけど。おお、メダル3つ目。よーし、さあ画面がちょっと重たい。さあ頑張って乗って、あー危ない、ギリギリ。おお、ちょっと左、ちょっと右の方に過ぎてる。こんなんであれですよ、小鳥ちゃんに当たっちゃってやられちゃったら元も子もないですね。さあクリアいたしました。それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。もうそろそろガチャ回せると思うんですけどね。6の5までクリアしてるから、あとグランプリ行けば回せるんですね。ちょっと次グランプリに挑戦してみますか。それではですね、ご視聴ご参加ありがとうございました。ご参加されませんでした、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。We'll be right back.